えー、マーシーさん、えー、今回はアンケートありがとうございます、はい。マイナスをプラスに変える力を勉強したいと、ぴったしですね。まあ、この前のハロウィンキャンペーンもね、買っていただいてるんですけども、まあ、そこでも言ってる部分はありますけど、まあ、今回はもう、ドストレートに、まあ、僕がセミナー中に笑われたこと、笑われましたからね、本当にわか笑われましたから、陰口叩かれたんで、陰口叩かれた内容 <laughs>。 コンテンテツにするっていうねしかもそれをまたプレゼントにこう今回みたいな企画にするっていうねまさにマイナスをプラスに僕は書いてるのかなっていう,そうあとね今回また仕掛けがあり,ありますプレ,ゼプレゼントページにある仕掛けがありますのでまあその全員がその仕掛けにこうハマるかどうかわからないですけど少なくとも僕はマイナスをプラスに変えられる変えられると思います今回も前起こったマイナスをプラスにおかプラスって何かっていうとまあ 現実的なかお金に変えられますっていう仕掛けも入ってますあまあなんだろうなうんそれを見てもらえばいいんじゃないですかね僕がやってること要はじゃあ僕がやってることって何かというとセミナーで怒りました陰口を叩かれました漢字が書けないっていうじゃあそれをネタにしてセミナーで喋りましたじゃあそ,のそのセミナー映像コンテンツがありますで今回その なんだプレゼント企画でそれをまた使い回ししてアンケートも取ってでアンケートを取ってプラスそこでまたお金が発生させるようにまた作ってるんですよだから結局あの時のマイナスが全部プラスにしてるっていうねだからそのそれ自体を見てもらうとセミナーの映像を見たとしてもお金にはならないんですよそうですよねえあのセミナーの映像を見て ああ確かにこうやって吉永さんしゃってるなって見てもお金になりますならないですよね <laughs> そう僕はもうあの絶対お金になります今回そう全員ではないですけど必ずあのお金になります <laughs> はい、まあ、そういう仕掛け入れてますんでだそれをそれを見てもらえばいいのかなっていう単純だからそれをそっくりそのまま真似てやればいいだけなんで,でそれを真似てやるかやらないかは、えー、結局それを うん、プラスに変えられるかプラスに変えられないかですよねだからプラスに変える力っていうのは結局そこなんですよ僕自身がそれをやってるわけじゃないですかじゃあそれを真似てやってみればいいわけなんで,でそれを真似てやできないことがもうそもそもプラスに変えられないと僕は思うんで例えばセミナー映像を勉強するって時間的で言うならばマイナスじゃないですか 自分の命の時間って戻ってこないですからセミナー映像をこう見てるじゃないですかもう見てるだけでマイナスじゃないですか時間的なマイナスですね時間的ロスですよねじゃあその時間的マイナスをプラスに変えていくじゃあどうしてるのか確かに僕はそのセミナー中は自分のじ命の時間を使ってもう戻ってこないですよ僕もどんどん年取ってますけどでもそこで撮った映像をずっと使い回してますから僕はでそれをずっとお金に変えてるんで <laughs> 結局 時間というマイナスをお金に全部変えてますよね。今回のセミナー映像っていうのは、もう多分3年前ぐらいなんですよ。2、3年前ぐらいにやったやつです。で、しかももうだいぶ販売してます。な、セミナー映像、多分ね、200人ぐらいは売ってると思いますね、あのセミナー映像。うん。おそらく。特定にもつけたりとかしてるんですけど、たまに。だから、その時間的にマイナス部分を。 ずっと使ってます、うん、だからこの使うってプラスに変えるとか使うっていう思考をね入れていただくとよりお金に直結するんじゃないかなと思いますね収入を上げる上でのはいということで、まあ、今回はセミナー映像兼プラス僕がやってる全てを真似してほしいなと思いますねはいでは、えー、今回はアンケートをご協力ありがとうございました